ハワイ州道11号線のハワイ火山、国立公園入り口近くの道路サインハワイ州道11号線は、東海岸の広と、西海岸のカイルアコナを南回りで道路。ハワイ州道11号線は、アメリカ合衆国ハワイ州の最大の島である、ハワイ島にある海岸線に沿って島を一周した、マーマラホア道路の一部で、島の東西二つの都市、広とカイルアコナを南回りで結ぶ。 全長 122.3km の道路である。島の北部を海岸寄りに両都市を結ぶ路線はハワイ修道19号線である。最近島の中央部を通り東西を直接結ぶハワイ修道200号線が整備されたので、こちらがよく使われている。ハワイ修道11号線は、広市内のカメハメハーベニューとバニアンドライブの交差点を出発すると、 カノエレフアーベニューと呼ばれて、広国際空港、プリンス、クヒオ広場、パナエワウリン動物園を過ぎて、パホアイ至るハワイ州道1 3十号線の出発点ケアウ、ハワイ火山国立公園入り口、サウスポイントへ至るサウスポイントロードの出発点、マヌカ州立公園、ホナウナウ、キャプテンクック、ケアウホーリゾートエリアなどを通過して、カイルアコナ付近でクイーンカーフマヌハイウェイとなり、 パラニロードとの交差点で終わる。ありがとうございます。